よろしくお願いします。はい、今日魚何いきますか。今日は小判ザメ。おっと、小判ザメ。顔はどんな感じですか。平たいですね。はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。なかなかレアな魚ですね。実は北に水産ではこういった魚も、はい、レアなんですけど、はい、見かけたことはあります、はい、いやそんなことないでしょ。小学校の時に小判習ってるでしょ。いや習ってます。ぬめってますね。だいぶぬめってます。おろし方的にはコチと方向性は似てる感じですかね。まあまあ似てますね。普通のタイとかよりはコチとかの方がなんか近い感じですね。おろしのポイント的にはね。まあ、あくまでもサメなんでやっぱり時間が経つとアンモニア臭とか出てくるんですかね。サメじゃない。なるほど。油あるんですね。銀だらとかどっちかっていうとそっち系ですかね。結構油はあります。なんかコチなんかよりブドマリは良さそうですね。今日も黙々と何かを振ると、いやー知らないですって返されてしまう今日この頃でございます。さあこの動画も、いつ編集から上がってくるかあれですけどね、だいぶ取りためてきてるのかな。おい、来ましたね。まず2枚おろしの完成です。しっかり油ありますね。最近はなんだか淡水魚にも手を出し始めたっていう、はい、宮本さんですけど、3枚おろし完成です。稼ぐなら北に水産、初任給33万円、賞与年3回、未経験大歓迎。